1951年3月13日は、日本の詩人、小説家。広島で被爆した体験を、詩、原爆承継や、小説、夏の花等の作品に残した。1905年11月15日、広島県広島市上町に生まれる。陸海軍、艦長用田市の法制業を営む父、原新吉の逸つ1917年、 11歳で父を亡くし、この頃から無口で内向的な性格となる。同じ年に、兄、森尾と、原行都市の家庭内導入し、ポギーを発刊して、試作を始める。これは後に、他の兄弟も参加して、氏名を、セレナで、人長下、駅歴と変えながら、断続的に、約12年間続いた。九百十八年、死の床にあった姉鶴から、 聖書の話を聞き、生まれ変わるような衝撃を受ける。鶴の死後、片身として、聖書を譲り受け、裁判年まで鶴を慕った。1923年広島高等師範学校附属中学4年を終了。大学予科の受験資格が与えられたために1年間登校せず、ロシア文学を愛読し、宇野工事に継投。室う再生、ベルレーヌの死を単独。 同級生の熊、平武樹の誘いで、同人雑誌、少年詩人に参加する。1924年、慶応義塾大学文学部予科に進学。同学年に、山本健吉、田中千男、足修玄栄、両、滝口修造、北原武夫、栗屋川文夫がいた。1925年、辻淳、スティルネルに惹かれ、ダダイスムに傾斜し、 1>, 1月から4月にかけて、糸川旅夫の筆明で、芸美日日新聞にいた大スム風の詩を発表する。1926年に、同人詩、春納、天を創刊して、熊平聖一、熊平武次、山本健吉、千村五郎、長三本らが参加。また原稿と次回覧雑誌、45人会雑誌を創刊する。 在学中は一時左翼運動への関心を高め、日本赤色救援会に所属し、オルグにも参加するが、組織の衰弱化、崩壊に伴い、自然に運動から離れる。1932年に、慶応義塾大学英文科を卒業。卒論は、ワーズワース論。相当の身受け金を出し本目の女性を自由にし、同性を始めるも、 半月も経たないうちに逃げられる。初夏、カルモチン自殺を図るが失敗する。1933年、郷里の林家の紹介で、広島県豊田郡本郷町出身の長井貞恵と、見合い結婚。貞恵の弟の善次郎は、後の評論家、佐々木貴一。1935年、商品集、炎、慈悲出版。俳句詞。 草経営サダと共に俳句を発表。配合は起由。1936年から1941年にかけて見た文学などに短編小説を多数発表するが、1939年の佐ダの発表により次第に作品発表数は減少した。1942年に船橋市立船橋中学校の食卓英語講師となる。 1944年9月28日、サダエが糖尿病と肺結核の試し去。妻との思い出は後に忘れがたみなどの作品を生んだ。同年、船橋中学を退職し朝日映画社の脚本食卓となる。1945年1月31日、郷里の広島の長兄の家へ疎開。8月6日に広島市に原爆が投下され。 爆心地から1 2トルの聖火で被爆。家が堅牢だったこと、狭い便所にいたことから、一名は、取り留めるが、家はその後の火災で消失する。二番の野宿の後、再起群やわ村に避難する。それ以後被爆との因果関係は不明であるが、下痢など体調が思わしくない状態が続く。秋から冬にかけて、 原爆投下の惨状をメモした手帳をもとに、小説、原子爆弾を執筆。体験者しか知り得ない動作の過酷な原爆描写は、現在でも希少であるとともに、腹が詩人であったことから、今日でも原爆投下の状況を表現した詩として評価が高い。1946年4月、蝶光元の勧めに高押し状況。慶応義塾商業学校。 工業学校の夜間部の食卓英語講師をしながら、三田文学の編集に携わる。1947年6月、夏の花を三田文学に発表。同年12月、英語講師を辞す。1948年1月、三田文学の編集室のあった、農学書林に転居し、雑誌編集と執筆活動に専念。6月、近代文学の導入となる。 またこの頃、春に、慶応義塾大学を卒業し、評論家として出発したばかりの遠藤修作と、知り合い、深い信仰を結ぶ。同年12月、夏の花が、第1回、水上滝太郎賞を受賞。1949年2月、農学処理により、小説集、夏の花を刊行この年いっぱいで、丸岡と共に、 三田文学の編集を辞した。1950年1月、武蔵野市吉祥寺に転居。4月、広島で行われた日本ペンクラブ大会に参加。登壇者の一人として、原爆体験囲碁と題した講演を行う。同月、父の遺産の株券を売却。6月、朝鮮戦争勃発。12月、超三本宛の所管で死。 家なきこのクリスマスと、死、悲鳴を送る。1951年3月13日、久我山の鈴木茂雄の家を訪ね酒を組み交わした後、午後11時31分に、国鉄中央線の吉祥寺駅西尾木久保駅間の線路に身を横たえ鉄道を自殺する。原は大量の酒を飲んでいたらしく、市間は、原の歴史体からアルコールの匂いがしたと証言している。 しかし、事前に遺品などの整理は、周到に行われており、衝動自殺ではないことが伺われる。下宿の机には、親族や佐々木喜一、遠藤周作、丸岡明、鈴木茂雄、正治総一、山本健吉、藤島大、佐藤春雄、梶山俊之などに宛てた17通の遺書があった。葬儀は、萩谷武志高の提案で無宗教で行われた。 以降に、心眼の国、永遠の緑がある。原民紀は、草の新兵主催の歴定に参加し、多くの死を創作、童話も多数残した。原は、対人関係や日常生活において臆する幼児で、あったと形容されるが、僕は耐えよ、静けさにこらえよ、幻にこらえよ、生の深みにこらえよ、こらえてこらえてこらえてゆくことにこらえよ。 一つの嘆きにこらえよ。無数の嘆きにこらえよ。嘆きよ、嘆きよ、僕を貫け。帰るところを失った僕を貫け。突き放された世界の僕を貫けに見られるように、内部において強靭な意志を持った作家だということが、垣いま見られる。原の作品は、死後50年経ったため、著作権が失効している。そのため作品の多くは、 インターネット等で自由に閲覧することができる。大江健三郎による原爆小説アンソロジーでは、原の、新眼の国の中の、何とも知れない未来にという言葉が初代として使われた。平和記念公園の原田美喜氏広島市平和記念公園内原爆ドーム東側に、立つ原の史碑には、彼の作品である、悲鳴が刻まれている。原の没後、 多くの友人知人の中から彼を記念する死費を出身地であり、原爆に被災した地でもある、広島市に混流しようという動きがあった。石踏みの混流は、広島の学生同人種運動の中心であり、原に、死縮していた、梶山俊幸らの奔走により実現し、表面に、原の悲鳴を刻んだ当反、理面に、 佐藤春夫の追悼文を刻んだ銅板を不し1951年末に、広島城市公園に、城の石垣を背に混流された。しかしその後、石文は子供たちの投石遊びの標的にされ損傷。穴だらけになった当藩の悲鳴の判読は、困難な状態となり、また裏の銅板も何者かに持ち去られたため、1967年現在地に、 最初の携帯そのままで再建された。なお死費とは別に2010年には、被爆翌日に一夜を過ごした、広島東照宮に、当時腹が書いた目も、原爆被災時のノートの一節を刻んだ、原爆65周年追憶碑が混流されている。ありがとうございます。